東京。
Paris in 49, Champs-Élysées, Saint-Michel, World War Jordan. I recall that you are mine in North Paris and day. Back and photograph those
summer day, spinners I call a cafe. Ooh, I could lie, how I do now. About my warm Parisian
the blue. My dear, you live about you too. Well, is it no good for Charlie?78年生まれの人います？いません。それから1979年、いる。 OK。 実はですね、個人ですけど、私がこのステージ上がったのは44年前です。その時ね、ニルマスカラスやってた。タイガーマスクじゃなくて、これね、まさに44年前。あとね、その次の年、安岡力也さん、ここの日産の前の店長です。僕ですよ。という話をちょっとさせてもらいました。力也さん、力也さん。あの、年寄りですね。で、テロさんも当然、あのクロコダイルの、ね、ホームグラウンドですから。お世話になっております、日産。日産、ありがとうございます。
of blue. A white woman came away. The white sovereign still. A periodic in the coalition. A white girl did grow. To write us word of roaching. And the wind. メンバー紹介をしちゃいましょう、ね、せっかくだから、ね、今日はね、まあ、あのテラさんとヤスさんは毎年同じで、あと山ちゃんとあっちゃんは同じで、今日は新しくですね、ドラマー岡部俊さん、実を言いますとあっちゃんの奥さんのりさん、あ、すみませんね、のりちゃんのいとこですよろしく。
ありがとうございます。Thank you. 終了です。盛り上がったね。やっぱりね、みんな集まってライブやの最高だね。会長。すみません、お楽しみいただけましたでしょうか。これで、はい、ライブは、そうですね、最後もう僕もなんか皆さんの演奏にちょっと吸い取られて、ちょっと今すごいどっと疲れが来たんですけど、でも素晴らしい演奏ありがとうございました。で、演奏はこれで終わりますけども、このまま引き続きクロコダイルさんで打ち上げ、の方はお借りできましたので、このままお楽しみいただければ、そのまま残っていただいて、どんどんまた飲んでいただければと思いますので、ちょっと費用の方はまた別会計で、またちょっ とみんなで割り勘みたいな感じになると思うんですけど、ぜひお楽しみください。で、この後の流れですけど、まず表彰式ということで、3本一応、優秀な方3バンドですね、一応独断と偏見で、寺中名人にも、はい、お願いしておりますので、ちょっとただ一応いろんな意見も入りますので、ちょっと少々お時間いただきまして、でその後表彰終わりましたら、みんなで全体写真撮影させてもらってから、ちょっと打ち上げっていう流れにしたいと思いますので、ちょっとだけお時間、少々 2,3 分お待ちください。ちょっと僕でトロフィーありますね、ちょっとトロフィーの準備あるので、ちょっとだけ1分ぐらいはもうちょっと裏に行きますので。独断と偏見の王者、寺中です。よろしくお願いします。もう、何十年も野村工芸の社員として、野村工芸園芸部部長ということになっておりますので、副部長はホッピーがやっておりますから園芸部は今日皆さん頑張って、全員にこうよく言う、全員がグランプリだよみたいな、そういう綺麗事は言わないので、まずはね、表彰したいのはね、俺今日一番頑張ったと思う、個人的に山ちゃん山口明宏、彼は賞に値すると思います。山ちゃんどこにいんだよ、あ、いたいたいた、山ちゃんに大きな拍手、こっちから振るわ。酔っ払ってんな、お前もう。酒飲んでんな、こいつ。いやいやいや、飲まなきゃやってないで。じゃあ、部長。何でかいやつ、エリが忘れたんだ、やろう、お前。ということです。でかいやつ、一番でかいやつはね、エリがね、自宅に届けるそうです。山ちゃん、はい、お疲れさん、頑張ったでしょう。ありがとうございます。今後もよろしく。個人賞、個人賞、これはね、うん、でも俺考えたんだけど、いろいろやっぱね、思い出がみんなにあってね、あれなんだけど、俺ね、今日結構こう
いいなと思ったのはね、グッチのギター。昔は小手先で弾いてる感じがあったけどね、最近は、ね、魂がこもって歌ってるね、グッチにも賞をあげたいと思うんですが、いかがでしょうか。じゃあちっちゃいやつね、グッチはね。あ、2番目にちっちゃいやつ。じゃあそれグッチに2番目にちっちゃいやつ、エリから、はい、エリが家まで届けてあげて、グッチの、あの一緒にバンドやってんだからさ、エリ姉さんにちょっとよろしく言っといてさ。グッチいいギター弾いてた本当に、うん、を叩いたいと思います。でこんだけいろいろね、うるさいね、ごちゃごちゃしたバンドいる中でね、非常に大人の演奏っていうかね、すごくタイトなビートを出してくれたね、俺はね会長のバンド、ロコソロアレじゃなくて、なんだっけ、ロコソロアレは違うね、ナイスのバンドに俺は差し上げたいと思います、今年は。みんなもうぎちゃぐちゃした汚いギターの音出してる中で、あの綺麗な音もう、あ、これね、重たいじゃんこれ、あ、すごいね、大きな拍手で。またあと会長としてもね、今回ね運営に本当に尽力してくれたしね、増田の後を継いで頑張ってくれたと思います。あ、バンド全員上がって、バンド全員上がって、もう一人は、あの仕事で出張上がって長野に行った、出張行って長野に行った、さすが会社、そんなの仕方するもんだけど、まあだけどこの二人にやっぱり俺は特にあのいいビート出してたね、うん、すごく、うん、それは評価されると思います。じゃあおめでとうございます。ということで、今日は、こういうふうにあの選ばせていただきましたけど、不服のある方は、15日以外に裁判所に申し出てください。裁判得意ですから、私はもう得意になっちゃいけない、そんなもんね。それでは、この後は何、あの何、あ、うちもこの写真撮影やって、打ち上げはここでやりますんで、ここから先も当然あのね、皆さんキャッシュオンデリバリーで飲めるんでしょ。キャッシュオンのがいいんですかね。でしょう、やっぱり悪かなと思ったんですけど、うん、いやでも人それぞれ違うんだから。プロコとしてはどうですか、キャッシュオンデリバリーでよろしいですか。キャッシュオンで、まあテーブルテーブルで割り出せるのありますけど、キャッシュオンで、そうです、そういう形で何しろこの後、クロコダイルで皆さん、はい、どんどん飲んでください、もう飲みまくってください。飲まないギタリスト2人があの BGM 務めますんでみんなわーってやってください。その前に写真、はい、じゃあ皆さん全員で撮影です。ステージしかないだろう。ああ、頭いいね、磯村頭いい、さすが高校卒業してるな、さすがそれだと高校は出てる